世の中さ、アマちゃん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 ブームらしいじゃん。俺さ、もともとドラマを見る習慣がない上にさ、なんつうのかな、それでもちょっとはドラマを見てた頃、でも、あの時間帯のドラマを見ることはなかったから、例えば、おしんとかすげえ流行ってても、それはもう、お母ちゃんたちだけのもんで、俺ら学校行かなきゃなんねえしって言うんで、全くノーマークだったから、あの時間帯のドラマを、まあ、見るような生活もしてないよね、大体がね。だから全然わかんねえんだけど、そのアマちゃんブームが。だけどさ、たまにさ、ものすごい面白いんだよっていう調子でさ、こう、ギャグの中とか、まあ、ツイッターの中とか、メールの中とかに、ジェジェジェって言われた時の、ごめん、俺、それ、そのボールが全く受けられないんだけどっていう、あの感じ。で、聞いたら、もう70話、60何話ぐらいでしょ ?60 何話ぐらいで NHK オンデマンドみたいのだと見れるんでしょ今から追っかけるのってどうかね、大変そうだよね。俺ね、一回だけなんか見た、一回だけ見たんだよ。一回だけ、多分、アマちゃんの主人公のアマダが、あいつアマダじゃねえのねえ、アマちゃんが、初めて潜ってウニを一個だけ取ったみたいとこある。多分あると思うんだよ。そうそう、アマモノやってないだろ。そこまでまだアマブームじゃなかったと思うから、1ヶ月ぐらい前かな、なんか初めてウニを取りましたみたいなシーンを、見たぐらいで、全くデータがないんだけど、すごい、ブームってすごいなと思うのは、それでもキョンキョンが出てるっていうこと、小泉京子さんが出てるっていうことと、あと、古田新太さんが秋元康のをモチーフにしたみたいな役で、で、天田が今後、その、なんか、AKB をもじったみたいな、その47県からご当地アイドルみたいこう一人一人集めてやるグループに選ばれて東京に行くみたいなのが全く見てない人にも入ってくるっていうのはちょっとすげえなと思いつつ、だからこの JJJ っていうやつを、何なの JJJ は、 JJJ っていうのは、まあ、どうやら方言なのかなぐらいの感じでは入ってきてるんだけど、今から、でもさ、今から追いかけて、また、したところで、なって言われる感じでしょ?ずっと見てる人に。じゃあ、いいか。じゃあ、いいのか。どう?ちょっと、急にジェジェジェ言うようになったら、あんやろ。あんやろ、向こうが行けやったら、って。